OK、Let's move on to the next speaker from Ubiquitas AI Corporation,、uh, t o p p a s Business Unit, Takashi Kaneko さん、えー。それでは、Ubiquitas の t o p p a s 事業部、Kaneko さん。よろしくお願いします。はい、すみません。とそれでは、Ubiquitas AI Corporation の Kaneko と申します。 本日はですね、リスクブ対応の商用リアルタイム OS、トッパーズプロ a s p のご紹介をさせていただきたいと思います。まずあの最初に会社紹介を簡単にさせていただきたいと思います。ユビキタス AI コーポレーションと申しましてと、こちらの方はですね、ともとユビキタスという会社がありまして、でそちらの会社は2001年に設立しております。 もともと、あの任天堂さんのゲーム機のですね、Wi-Fi のスタックだとか、まあ、そういったところであの結構、会社大きくなりまして、ジャスダックに上場しております。その後ですね、昨年ですね、AI コーポレーションという会社と、吸収合併しまして、現在に至っております。今、資本金が1 4億ちょっとで、事業内容としてましては、と組み込み 機器の関連ソフトウェアの開発、輸入、販売というのがメインになっております。あとまあグループ会社としまして、受託開発だとかですね、あとはコンテンツの制作なんかをしているエイムという会社がございます。と事,業の事業の概要ですけれども、もともとあのエビキタスの方では自社製品、一番今あの売れているのがクイックブート、Linux の高速起動 技術なんですけどもそういったものであるとか、あるいは組み込み用のデータベース、あるいは最近ですと、セキュリティ関係だとか、IoT 関係、そういったようなソフトウェアあ自社開発して販売をしている会社、事業、それと AI コーポレーションが30年以上やってきました、主に海外製のソフトウェアの輸入販売、組み込みのソフトウェアの輸入販売、組み込みの 機器側に使われるものであるとか、あるいは開発ツールであるとか、そういったものを組み合わせて、今は組み込みソフトウェアのナンバーワンベンダーを目指して活動をしております。であとですねあの、先ほどちょっと話をしましたあのグループ会社の AIM というのが一番左にあるんですけども、こちらの方があがシステムインテグレーションとかですね、コンテンツ制作、それから もともとビキタスでやっていた自社製品の開発、それから AI コーポレーションでやっていたディストリビューションの事業、これらを含めてですね開発の初期段階からの製品企画開発、製品の開発企画段階からですね、それから実際に開発を始めるところ、それから実際に開発するときに人手が足りない、そういったところの受託開発、それから最終的に量産になってライセンスのロイヤティであるとか、そういったところまでは一連の お客様の開発工程に合わせたところに関して我々が寄り添っていくというような形になっております。取り扱い製品と実際に持っている技術ですけれどもセキュリティそれからネットワークそれからストレージデータマネジメントそれからですね品質の向上支援ツールコネクティビティそれからキャリアグレードと 携帯の基地局とかですね、そういったようなところで使われるようなものであるとかですね、それから車載機器、それから車載開発のテストツールであるとか、あとワイヤレス、それから音声、動画といったところ、それからセキュリティそれから OS、パソコン用の BIOS なんかも昔からやっております、それから開発ツール、ユーティリティこういったかなり幅の広いところで、お客様の開発に役に立つような形でやっております。 でその中で,です、ね、あの私ども今あのやっているのが、まあ、トッパーズの部分になります。でトッパーズというのはです、ね、何かというところですけども、まあ、あの組み込みもです、ねあのまあ、と下の方といいますか小さいところの方をやられている方では、まあ、アイトロンだとかです、ね、トッパーズというのはお聞きになったことあると思いますけども、まあ、Linux の方をメインにやられている方というのは、まあ、あまりなじみがないかもしれないので、まあ、簡単に紹介させていただきます。とまず もともと歴史的なところからですけどもまずあのトロン協会というのがあ昔ありまして、まあ、そこで、まあ、あの東大の元東大の坂村先生がです、ね、あの主催でやっておりまして、まあ、そこであのア,イアイトロンだけじゃないんですけども、まあ、あのアイトロンの使用の検討だとかそれから次世代のアイトロンをどうしていくべきかといったようなことをまあ研究しておりましたただそこがですね ほとんどなくなるというところで、まあ、解散活動停止して解散という形になりましたでそ,その段階でですねあのやりかけていた途中までできていたマイクロライトロンの4.0の仕様だとかあるいは PX という保護拡張といったところの仕様というのが、まあ、ちょうどできたところであったりあるいはあのまだあの開発途上だったという仕様がまあ,ありましたでそれから まあその部分がですねあの一応その途中までできたんですけども例えばマルチコアの拡張っていうのはまだできていないっていその段階であの、まあ、トロン協会が解散になりまして当時 tng フォーラムと言いまして今トロンフォーラムと言ってますけどもそちらの方にまあマージするような形になりましたでそうなった時にあの t k ーカーネルまた、あ、tng フォーラムの方はですねあの新しい OS として t カーネルというカーネルをまああのメインにあのしておりましてもともとの i t ド o n というのがまあお 置き去りになってしまった形になりました。でそこでそれをです、ね、あのと引き継いでやったのが、まあと突発プロジェクトというものになります。これはあのと、まあ、坂本先生とあの下でやられていました、高田先生、現在は名古屋大学の先生ですけども、高田先生が中心となって発足しました。それと、エビキタス AI コーポレーションの前身である AI コーポレーションのまあ社長、今はあの取締役 取締役ですけれどもそこのものもですね副会長としてあの一緒に活動してきております。でトパーズプロジェクトの目的としてはですねあのそのマイクロアイトの4.0の使用をあとその PX、まあ、保護拡張ですねそこをまあ洗練したりあのこの最近、ま、あのマルチコア に対応していいいくととかそううううったよなな仕様のの策定というのともう1つはその良質なリアルタイムオイスの実装ですねその仕様だけではなくて実装ですねオー,プンソースとオープンソースとして無償公開するというのがまあ目的の1つです。でさらにです、ね、あのリアルタイムオイス関連技術の開発実装の無償公開これはあのカーネルのソースだけではなくその周辺の技術である関連のコンフィギュレーターであるとかあるいはあのドライバーだとかミドルウェアを含めたコンポーネントシステムそれから ハイパーバイザーであるとか、あるいは EOS のコア間とかですね、プロセッサー間の通信を行う通信ライブラリを標準化したり、そういったものの仕様の開発、それからソースコードの公開というのをやっております。それから開発支援ツールとしましては、テストをするツール、テストのパッケージだとかですね、あ,のあるいはそのカーネルが出したログをビジュアル化して表示させる、そういったような技術。 もあの提供しておりますさらにはあの、まあ、これはいろんな団体でやられてますけども、まあ、組組開発者の、まあ、育成支援というのもプロジェクトの一つとあ目的の一つとしてやっておりますでですねトッパーズプロというのは、えー、と我々の指北製薬コーポレーションの製品名商品名になっておりましてトッパーズに、まあ、プロをつけて、えー、と我々の製品というふうにしております でトッパーズプロっていうのはじゃあ何かといいますともともと突発プロジェクトのほうで作りましたオープンソースそれに対してと我々のほうがまあ商用であのこ使っていただけるという形まあ付加価値をつけたものになりますさらにですね、まあ、保守サービスとか技術サポートポーティングカスタマイズドライバー開発といったまあサービスも提供できるというものになりますでその付加価値っていうのは何かといいますと一、まあ、つはのミドルウェアツールですね、まあ、あの基本的に突発プロジェクトのほうではあのまあ カーネルだけの,、まあ、あの開発提供となっていますけれどもそれに対して、まあ、TCPIP だとかファイルシステムだとか USB のスタックだとか、まあ、そういったあのよく使われるミドルウェアのを、まあ、一緒に提供したりとかですねあるいはその開発ツール開発支援ツールっていうのを突発に合わせた形にしてご提供するっていうのをやっておりますそれから知財権の保証ですね、まあ、あの基本、まあ、オープンソース知財権保証ほとんどないと思うんですけどもそこに関して我々の方で、まあ、あの知財の,あの保証を行うと。 それともう一つ品質の保証ですね。品質も貸し担保責任というのを我々の方で追う形での契約というのをご提供します。これらを含めてトッパーズが、オープンソースのトッパーズと商用のトッパーズプロというところの差異ということになります。で提供できます緑はる ですけどずらっと並んでますけども、まあ、先ほど上がっておりました t c p i p だとかファイルシステムだとかあと USB とかっていうのもありますけどもそれ以外に、まあ、例えば Bluetooth であるとかですねあるいはフラッシュのメモリードライバーあるいは電源台に対応するような電源台にいつ電源をしても中身が壊れないようなファイルシステムの提供であるとかそういったものそれから、まあ、あとはあの開発支援のツールではバグの検出だとかソースコード解析ツールだとかそういったものを合わせてあのご提供できるというのが我々の方の特徴になってます。 であのカーネルの製品のラインナップですけどもこうずらっと書いてありますけれども今あのとカーネルのは第三世代という、ま、新しいせ世代に変わろうとしていましてその中であのシングルコアの CPU 用の SP3 それからマルチコアに対応した FMP3 それからとメモリ保護だとか時間のパーティショニングだとかそういったと保護機能を加えました HRP3 それとそれのとマルチコア版の HRMP3 というのがあの今の主力の製品になります。 それから周辺の技術としましては組み込み用のハイパーバイザーこれは ARM のトラストゾーンを使う専用になってますので使える環境は限られますけども。 セーフといったものそれから64対応のセーフそれからこれはあの OS とかあとはそのプロセッサーとかに全く依存しない形でドメイン間の通信同期を行うようなプロトコルソフトウェアの MDCOM というものがあります。これはあのトパーズを使う使わない関係なくトッパーズのカーネルを使う使わない関係なくあの皆様のお使いのシステムでもあの単独でまあ使うようなことができるようになっています。 で最後にですねそのうちのトッパーズプロ ASP というシングルコア用のカーネルはクファイ5に対応しております。でその ASP の特徴としましてはシングルコア向けのリアルタイム OS でそれから最新は第3世代のカーネルで ASP スイートがあるんですけどもその1個前の第2世代の実績の多いカーネルになっております。でまあ、これ自体はたくさんの アーキテクチャサポートしているんですけども最近リスク5に対応したということですあとまあ採用実績もまあかなり広い分野でたくさん使われておりますでこう細かい話ですけどもあのえっとまあ何がアイトロンとかカーネルの仕様のまあ何がサポートされていて何かサポートされてないかというのはちょっと一覧になってますのでまあもしご興味あればご覧になってくださいそれから今後の予定ですけども今あの BS あのリスク5の対応の突発プロの 対応はですね今あの、ハイファイブ版のみになっておりますのでこれは、まあ、あの充実していくとそれからあとは、えっと、先ほど言いましたように今、ASP という第2世代のカーネルを第3世代への対応していくと第3世代はマイクロ秒単位での時間保護であるとかティックレスの動作というようなものがあの対応できるようになっています。 それからあとミドルウェア、現状まだ関連しか動いてないんですけども、の他の TCPIV だとか USB だとかファイルシステムだとか、Bluetooth だとか、そういったものを RISC-V 対応して、これから提供していくような形になります。はい、すみません。ちょっと駆け足になりましたけども、ユビキタス AI コーポレーションの方で提供しておりますリスク5対応のリアルタイム OS、マイクロハイトロン仕様のトッパーズプロ ASP というものをご紹介させていただきました。ありがとうございました。 金子さんどうもありがとうございました。えー